Hey guys, we have a gift for you. どうも、ねです。僕、かなり怒ってます。まあ、その理由とかを今回の動画でちょっとお話ししていけたらなと思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでオープニング、見てくださった方、目を飛ばしてここまで来てくださった方、ありがとうございます。ですね、何で怒ってるかっていう話なんですけど、最近 GPS っていうのが流行ってるんですよ。流行ってるらしいんですよ。で、先に言っときます。友人からジュビリーエースって言葉を聞いた瞬間、すぐ縁切ってください。で、僕はなぜここまでジュビリーエースに対して怒っているのかっていうのを今からお話ししていきます。そもそもまずジュビリーエースとは何かっていう話なんですけど、一言で言うと悪徳勧誘ビジネスですね。ジュビリーエースっていうのはアービトラージを AI でできるよっていうのをコンセプトにしている組織なんですね。でもこの時点で騙そうとしますよね。アービトラージなんかね、カタカナ並べてね、わからない人はそこで質問できず、うんうんって言って勧誘受けちゃうみたいな話なんですけど、アービトラージって最低取引っていう意味らしいんですけど、ここはもう深く理解しなくていいです。とりあえず確実に儲けを出せるよ、そういう謳い文句で勧誘を始めてるらしいです。ジュビリーエースのやり口っていうのは、そのジュビリーエースに対して10万円からなんですけど、投資をするとその投資した分の 8% から 10% を配当金として返ってきますよっていう仕組みなんですね。例えば10万円投資しましたと。そしたら、まあ、うまくいくと 10% 1万円が返ってきますよと。100万円投資したら10万円が返ってきますよ。それで勧誘したらさらに紹介ボーナスみたいな形でもらえるみたいな仕組みになってるらしいですね。ここで思ったのは、そもそも投資じゃないやんって思ったんです。投資っていうのはその会社に対して売り上げが伸びそうだとか頑張ってるなって思ってお金を払って、会社が売り上げを伸ばしたら株を払ってくれた、まあ、株主たちに何パーか配当金として払うっていうようなことが、まあ、いわゆる一般の投資なんですけど、ジュビリーエースっていうのは AI を使って完全なるアービトラージ実現しますって言って、もうみんなからお金を集めて配当金を渡すだけ。そんな会社あってたまるかと。やるやらないはその個人の勝手なんでいいですよ。やりたけやったらいいし、儲けが欲しいからそれを儲けたらええけど、そこに友人を勧誘するなら綺麗なのもいい。勧誘する人とかよく言うんですけど、自分は本当にこの商品このやり方がいいと思ってから紹介しただけなのに。ふざけんなと。仮にね、万が一そうやって思ってたとしても、これやらないと損だよとか、これもうみんなやってるよみたいな、そういう他人のマインドをいじくり回すような勧誘の仕方は絶対やったらダメです。ほんまにいいと思って勧誘するんやったら、理論付けて勧誘するっていうのが筋やと思う。おいおい、お前も結局勧誘する側の味方か。なると思うんですけど、よく考えてください。勧誘するためにジュビリーエースの仕組みとかを一から自分の中で整理していくじゃないですか、頭の中で。そしたら絶対、あれこれおかしい、こんなやり方やったら友達に紹介できないって思いとどまるはずなんですよ。何も考えずに勧誘するのはマジでクソ。このジュビリーエース、特殊な誘い文句が2つあるんですよ。1個目がフォーブスっていうアメリカの有名な経済誌、そこに掲載されたから安心だって言ってる誘い文句で、2個目があの芸能人もやってるよみたいな。1点目のフォーブス乗ったよっていう話なんですけど、これは本質をたどると、ほんと情けない話なんですけど、取材されたとかじゃなくて広告料払って広告を載せてもらったらしいんですよ。乗ったとだけ言うんですよ。そうするとね、勧誘された側は、へえそんなすごい雑誌に乗ったんだっていう認識で話が次に進んじゃうんですよ。もうこの時点で丸め込まれてる。本当に皆さん丸め込まれないように。で、2点目の
まあ、あの芸能人もやってるよみたいな話です。これはほんまかもしれません。ただ芸能人もお金に困ってるみんな、そういう誘いがあったら乗っちゃうんで、吉本は有名な芸能人たちだって闇営業とかしたわけじゃないですか。そうやってなんでかっていうと、やっぱりこのいっぱい儲けは出てるけども、その儲けの多くは吉本興業に取られてるから、自分たちにダイレクトでお金が入ってくる営業をやってしまうと。それなんでかっていうと、やっぱその芸能人もお金がない、お金が欲しいから、それで、ね、誘い文句として使われるっていう。いろいろ言いましたけど、やってもいい人っていうのを言います。一応ね、やってもいい人っていうのをまあ紹介しておきます。なぜ僕が詐欺と言ったのかっていうことについて先に説明させてください。ジュビリエースっておそらくポンジスキームを使った悪どい商法なわけですよ。ポンジスキームって何かっていうと、まあ、例えばまず最初に1人10万円投資してください。で 10% 配当金が出ます。利回り 10% ですよと言います。1人がかかるじゃないですか。その時点では逃げないんですよ。他にもジュビリーエース本体はいろんな人に勧誘をさせるわけです。まあそのジュビリーエースの中の人が勧誘するのかもしれないんですけどね。そうしてどん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 こうネットワークを広げてって、そしたらいっぱい集まるじゃないですか。大きい額が集まったらポンと逃げると、そういう話になるんですよね。まあちょっと口コミとかも見てみたんですけど、入ってからはもうサポートも一切なしみたいな形になってるらしいんですね。ジュビリーエースって投資した額返さへんから、やめますって言っても配当金しか返ってけえへん。利回り 10% だとして元本取るのにまず期間が10ヶ月っていうのはもう絶対制定されるわけやから、配当金が投資した額よりも上回ったタイミングでやめるっていう相当リスキーなことをしないとできないわけですね。そういうリスキーなことに挑戦できる方はぜひやってみるといいんじゃないでしょうか。僕はやれない派の人間ですね。はい、ちょっと長くなってしまいましたが、ジュビリエースの仕組みとか、もう僕の怒りとかはこんな感じです。とりあえずもう勧誘すんな、やるなら一人でやれ。むかつくわ。なんだよ、金儲けして美味しくないやろ、バカな。ということで、今回の動画はここら辺で終わろうと思います。ありがとうございました。